落ち着いていけ。私に任せて。やってくれたか、はあ、ありがとう。あれはシンラから逃げ出した新種だと思う。あいつが問題になったのはいつ頃だ。そうだな、情報が入り始めたのは今朝になってから。つまりどういうことだ。もしかしたら七番街スラムの地下にはシンラの研究所があるらしいな。いや、どうだろう、聞いたことがない。ちょっと鎌をかけてみた。申し訳ない。巨大な組織だ、俺も知らないことが多い。ああそうだな、倒したんだ、それでよしとしよう。そろそろ町中に噂が広まってるんじゃない、凄腕の何でも屋がいるらしいぞって。まだ腕を見せるほどの仕事はしていない。へえ、物足りないってわけだ。ありがとうよ。
猫の鳴き声しなかった？近くにいるのかも。T1 ちゃん、今日飲みに行っていい？猫の鳴き声、三兄弟かな。T1 ちゃんの料理食べられる？怖そうに見えるけど、すげえいい。偽の主人、これで空気のきれいなところで選択。五番台。は人が集まるところが好きだよ。よくスラムの入り口で遊んでもらってるみたい。星の命だ。ちょっと聞いてよ。列車墓場からディングローが飛んできたの。なのにこいつら全然動かない。ん？もしかしてあなたが噂の何でもや？じゃあ手伝ってくれない？ディングローはタラが廃工場の先。近づくには自警団の鍵がいるよ。鍵は近くの木箱に隠してあるから片っ端からぶっ壊しちゃって。本当は列車墓場にジャンクパーツを探しに行ってんだ。列車墓場から仕事か。
行くぞ。次も勝とう。この調子でいくぞ。次も勝とう。
勝てたね。お帰りなさい。見事倒せたみたいだね。さすがは噂の何でも屋。威張るだけで何もしない兵士とは大違い。警備も変わってもらいたいぐらい。兵士は職業だ。勝手には動けない。人としてどうなのって話でしょ。命令に忠実な奴も必要だ。やっぱりね。元神羅って聞いてるよ。なるほど。あんたと話しても無駄か。私はこの町が好き。ただそれだけ。いいわ。この町は私が守る。あんたに負けないくらいもっと強くなってやるから。兵団の軍人より頼りになるぜ。近い。ゴールマーケットでやってる。兵団と何でもや。どっちが強い？あんた商売上手って噂だぜ。猫たちは餌がもらえるところによくいるの。マリーもセブンスヘブンでおやつをあげてるって。そうだ、初心者の館の向かいにある家に囲まれたところが猫のたまり場になってるんだよ。星の命ってわかる？ライフストリームでしょ。何それ。戦う便利なさ。何でも屋の評判聞いたわよ。はい。Thank you.
便利屋とは違うんですってね。故郷にしようとしてね。食料品とか買い物しといた方がいいかしら。